機動救急隊 DMAT 連携。丸四の火災現場ではただいま消防隊消防団によって大量放水による消火活動が行われています。会場右側から救助隊救急隊民間救急サポートキャブが出場してまいりました。建物に到着した民間救急サポートキャブはこれから救助される方々の医療機関への搬送を行います。民間救急とサポートキャブは本来緊急性のない通院や入退院などの際に利用できるものですが、大地震などの災害時には消防隊と連携し医療機関への搬送に協力しています。そして救助隊員がフットロックトハンという方法でロープを登り建物内へ侵入します。丸三の建物倒壊現場ではハイパーレスキュー隊員が救助用重機のクレーンなどを活用した救助活動を行っています。救出された方々は救急隊へと引き継がれ救急車で医療機関へ搬送されます。正面丸二の建物をご覧ください。救助隊によって建物内部の逃げ遅れた方の救助活動が行われています。救助隊員は逃げ遅れた方を背負い建物の壁を伝ってロープ降下いたします。丸三の災害現場では災害救助隊緊急消防援助隊ハイパーレスキュー隊が連携して救助活動を行っています。どうぞご注目ください。なんでいいところにやったの。丸二の高層建物から救助隊員が一斉に脱出いたしました。